古川範博は作曲家、編曲家、シンガーソングライター。福島県出身。福島県立福島工業高等学校卒業。中、山来伝名義で知られる。幼少時に発声の習得が遅れたことから、両親に動揺を聞かせられて育つ。家にあったオルガンで音楽に親しみ、作曲活動は小学生の頃より行ってきた。 高校卒業後の1988年、台東に入社。サウンド課に配属され、ズンタタ所属となる。最初に担当したのは、p c エンジン版、ニンジャウォーリアーズで、ウィザード・リーマスターの名義を使用。その後、ウィズ・マスター名義で、スペースガンなどの楽曲を手掛ける。また、ズンタタのアルバム、タイと DJ ステーション GSM タイと5体。 初回版封入のドラマ CD では、中山二等兵役などで熱演を見せ、その影響もあってか、グリッドシーカー以降は、中山城等兵名義となる。演奏家としても、ズンタタのライブ活動には1990年のステージデビュー時から参加。ニンジャー・ウォリアーズの楽曲、ダディ・ムルクでは、シャミ・センソロ・パートを、ショルダー・キーボードで弾くのが定番であった。また、 前述のドラマ CD 以降もナレーションなどを務めることがあり、電車で Go! のタイトルコールも担当した。2000年末、アルバムズンタタレアセレクションにインプロンプ中発表を最後に台頭を退社。以降はフリーランスとなり、中、山マライデン名義で活動。ゲーム音楽の作曲のみならず、シンガーソングライターとしての活動も行っている。 2011年より専門学校 HAL 東京ミュージック学科の非常勤講師に就任。対等在籍時他多数フリーランス以後他多数、個人名義のもののみ記載。サウンドトラックオリジナル作品。ありがとうございます。